気づきと癒しのメッセージはずきなラジオ心の扉皆さんこんにちははずき光栄ですはずきなラジオ心の扉今日のテーマは抑圧です抑圧見たくないものに蓋をしてそうやって無理に 抑圧しようとすすするるからそれがかえって膨張するのです私たちは感情について抑えることとなくすことをしばしば混同してしまいます嫌なことや辛いこと悲しいことなどがあると私たちは感情を抑圧することでそのネガティブな感情をなかった ことにしようとしますが抑圧しても感情はなくなりませんそれではかえってその感情に力を与え感情の虜になってしまうだけ臭いものに蓋の例えではありませんがネガティブな感情に蓋をして抑え込んだつもりでいても元を立っていない限り その感情がなくなることはありません。抑圧という言葉通り感情を抑え込むためには圧力をかけ続けなくてはなりません。抑え込むために力をかけるわけですが力をかけている限り一瞬たりとも気が抜けません。感情を抑え込むために常に気を使って ずっと力をかけ続けているのですから忘れられるはずもありません。無意識にしろ抑圧の力をかけ続けているということは常にその抑え込もうとしている感情にエネルギーを注いでいることに他なりません。それでは結果的にそのネガティブな感情にせっせと餌を与えて 大きく育てているようなものです。残念ながら、感情は抑圧したからといって、決してなくなるものではありません。隠したり、抑え込んだりせず、ただしっかりと見ることができれば、自然と消えていくものなのです。今日は、ネガティブな感情を抑圧することなく、しっかり見る。 と意識してみましょう。なんとかしようとか処理しなければなどとジタバタせず、ただ静かにしっかり自分の感情と向き合うのです。どんなに醜い感情であっても、それについて責めたり、さばいたり、評価したりせず、ただ見るのです。光の目で じっと見つめるのです。きちんと見ることさえできれば、光に当たった氷のように、その感情はやがて自然に溶け出し流れていくのです。はい、それではここから抑圧について少し解説していきたいと思います。あなたは いかがでしょう何か抑えている感情はありますかこういう感情を出すのは恥ずかしいとか、こんなことを絶対してはいけない、こういう表現をしてはいけないというふうに禁止していること、そこに抑圧が潜んでいます。大人になると誰でもこう感情的になるというのは、どちらかというとネガティブに捉えていて、いい意味ではありません。 大人というのは感情をコントロールすることができて初めて大人なんだというふうに私たちは教え込まれていますがそれは本当にそうでしょうか感情を抑圧するのは何もネガティブなものだけではありません怒ったり悲しんだり恐れたり本当はすごく怖い本当はすごく怒ってるのに平静を保ったりというのももちろん抑圧ですが同じようにポジティブなもの 例えば、ものすごく嬉しい、ものすごく喜び表現したい、あるいはもう我を忘れてはしゃいじゃう、大笑いするなどというのもポジティブな感情ですが、それさえ私たちは素直に表現することを避けるようになってしまいます。それが、いわゆる感情を抑圧するということにつながっていきます。感情を全開することをためらってしまうもの、 全開することを控えているもの、それが抑圧です。あなたもご自身が感じている感情を抑圧してしまう、無意識に抑え込んでしまうということはよくあるのではないでしょうか。ただし、その抑えた感情はなくなるわけではありません。むしろ抑え込もうとすればするほどそこに力をかけ、そこにせっせとネガティブなエネルギーを 与えているその感情にに力を与えていいるるととうことになるのでで要注意です感情は味わい切れば必ず消化していきます消化するというのはいわゆる天に登って消えていくということですしっかり感じ切ればケロッとするこれは子供を見ていたらわかりますよね泣くだけ泣いたらそんなことがあったのか まるでなかったかのようにケロッとしてしまうそういうのが子供の特徴ですがそれは大人になっても決してできないことではありません感情というのはただ味わうためにあるのです感情に良いも悪いもありません私たちはこれからもっと感情的に生きていってもいいのかもしれません感情的に生きる 感情を抑圧せず、ただ味わい切る、ただ感じきるその感情に気づくことそれがとても大事なことです感情的に生きるこれからの新しい時代に大事な生き方になるかもしれません是非参考にしてみてください葉月光栄でした